投資情報部の大島です。え今回は3月期決算企業のまあ第一四半期の決算まとめについてお話しさせていただきます。え3月期決算のまあ決算発表、え第一四半期の決算発表が一巡いたしました。え8月14日時点で、まあ3月期企業のえ23年度第一四半期決算は前年同期比6.9%の増収、え同じく16.4%の営業増益となりました。 半導体不足の解消などを追い風に自動車関連企業が相次いで好決算を発表いたしましたまたパソコンやスマホ向けなどで苦戦が目立つ半導体や電子部品企業などからも必至9月以降の業績に対しては前向きなコメントが見られました一方、減収減益企業の比率が上昇している点には注意をしたいです今回の決算では中国事業に苦戦する企業が多かったほか 欧米の景気動向への警戒感もじわりと高まっています経営陣によります事業の先行き不透明感が根強いようです、まあ、そうした中で今後は企業の稼ぐ力に加えて事業成長の継続性にも注目が集まると見ております、まあ、そうした中でですね今回は2つのテーマに絞って銘柄を選別させていただきました 1で一つ目は東証上場企業の3月期決算企業の中で実績、そして会社計画ともに増収そして営業増益を確保した企業のうち第一四半期時点の営業利益が通期の会社計画に占める割合として25%以上進捗が良好な銘柄をピックアップしました。 でそれとは別にですね、えー、2つ目のテーマといたしましては、まあ、今回の決算で、えー、いい変化が見られた企業7銘柄をですね、えー、選定させていただきました、まあ、その中からですね今回は2つ目のテーマのところ、えー、いい変化が見られた企業の中から、まあ、3289の東急不動産ホールディングスを紹介させていただきます。 東急不動産ですね、東急系の大手不動産でして、都心4区を中心にオフィスビルを保有するほか、東急沿線エリアに強みを持っておりますで。主な商業施設といたしましては、東急プラザなどを展開しております。またですね、渋谷の再開発であったり、竹芝エリアでの都市開発も行っている企業です。 この企業における今回の決算での注目ポイントといたしましては、構造改革が進展しているということです。東急不動産31年3月期を最終年度といたします長期の経営計画におきまして、事業の再構築及び強靭化に取り組んでおりまして、抜本的な再構築が必要といたしました3つの事業。 レジャー事業、ヘルスケア事業、そして商業施設事業の一部譲渡などを行っています。24年3月期期の第一四半期決算では増収増収益を確保いたたししま堅し調な不動産市場を背景に、アセット売却であったり、あと売買仲介が好調だったほか、インバウンド需要の増加を追い風に、ホテル事業も回復いたしました。 また、オフィスそして商業施設の空室率は1.2%と、まあ、低い水準を維持しておりました今後はですね、再生可能エネルギーであったり物流など、まあ、新たに戦略投資を行っている事業のところの動向にも注目が集まると見ております。 ま、通期の会社計画に関しましては、従来予想を据え置いておりますが、まあ、第一四半期時点の営業利益の進捗率は3割を超えておりまして、まあ、今後の業績上振れ余地を残すような形となりました。今回は3月期の決算企業のうち、第一四半期を発表した中で、良い変化が見られた企業、そしてですね、進捗率が高い企業に焦点を当ててご紹介させていただきました。以上で終わります。どうもありがとうございました。